厳しさを増す現在の建設作業。環境への配慮、作業時間の短縮、コストダウン、次々と生み出される新しい工法への対応、21世紀の作業ニーズに対し最新鋭の機器、独自のノウハウ、確かな技術で応える重量物取扱いのスペシャリスト、内宮運輸機構株式会社。平成15年11月29日、内宮運輸機構株式会社は神奈川県綾瀬市東名高速道路上に架かる寺小橋西橋梁撤去工事を実施いたしました。東名高速道路、1日に平均12万5000台の車両が行き交うこの日本の大動脈を工事のために長時間止めておくことはできません。午後7時の規制開始から翌朝6時の規制解除まで、限られた時間内で全ての作業を完了させなければならないのです。いかなるミスも遅れも許されません。この時間との戦いを制するには綿密な計画と万全の準備が不可欠です。基本計画をもとに作業条件や現地調査の結果などから詳細な計画が立てられます。搬入経路、使用する機材とその台数、人員、作業手順などを検討した結果、内宮では次のような工法を採択いたしました。デッキリフトを搭載した4セットの自走式ユニットキャリアを本線上に設置。デッキリフトをジャッキアップして橋梁を本線上から支持した状態で6つのブロックに切断。切断された両端部のブロックを360トン油圧クレーンにより撤去。続いて本線上の左右のブロック、中央部のブロックの順にジャッキダウンし、解体ヤード下まで搬送。搬送されたブロックを800トン吊りクローラークレーンによって解体ヤードへと吊り上げます。11月29日の本作業に向けて着々と準備が進められていきます。解体ヤードでは切断されたブロックを吊り上げるためにブーム長54メートル、作業半径32メートルにおける吊り上げ能力220トンにセットされた800トン吊りクローラークレーンの組み立てが進められました。一方、海老名サービスエリアでは4セットのユニットキャリアの組み立てが行われました。今回の作業では最大で195トンのブロックを搬送するためにユニットキャリアとユニットドーリーを並列で2台連結し、2台には最大昇降能力200トンのデッキリフトをそれぞれ2機搭載、最大で400トンの積み荷を確実に搬送できる万全の仕様です。いよいよ明日が本番ということで、緊張しておりますけど、まあ、いずれにしても人事を尽くし天命を待つという言葉がありますように、この半年以上準備にかけてきましたし、明日は多少天候は悪いというふうな話は聞いておりますけど、いずれにしろどのような状況にあろうとも無事明日時間内での作業をやるということには変わりはございません。
11月29日作業当日。この日すでに搬入済みの800トン吊りクローラークレーンと海老名サービスエリアで待機中のユニットキャリア4セットを含め車両35台人員70名が動員されました。午後7時からの規制開始に向けて障害物の撤去、360トンクレーンの誘導設置、現場周辺の養生など入念な準備作業が進められていきます。すべての準備が整いました。いよいよこれから時間との戦いが始まります。本番ですけれども、皆さんの医療も進めば、あるいは、今まで、準備をしてきたこと、計画してきたことをしっかりやってくればね、必ず成功するというふうに思いますので、ね、よろしくお願いします。車両の追い出しが完了し、午後7時36分、海老名サービスエリアに待機していたユニットキャリア4セットをはじめとする工事車両が次々と現場に向けて出発していきます。現場までは 2.5 キロ、約30分の行程。途中、本線上の障害物の下を通過するためキャリア上に高い課題を設置できないことも今回のデッキリフトを選定した大きな要因です。一方、現場ではユニットキャリア下の調整材の設置、中央分離帯の撤去、道路養生など車両受け入れのための準備が急ピッチで進められています。事前に計画されたタイムスケジュールをもとに今誰が何をし、またこれからどこで何が行われるのかを各自が正確に把握し、必要な作業を迅速かつ確実に実行するチームワークこそが高い作業効率を生み出すのです。予定時間通りキャリアが現場に到着しました。あらかじめマーキングされた位置に4セットのキャリアを正確に誘導します。今回切断撤去される橋梁は分割されるブロックによって重量や形状重心位置が異なります。そのため1台のキャリアは車輪の一部を中央分離帯に乗り上げる必要がありました。このような場合でもサスペンションを独立稼働する機能を持つユニットキャリアは荷台の水平を維持することができます。デッキリフトのアップダウンは遠隔操作で行います。操作盤には現在のリフトの高さがリアルタイムで表示され、目視による確認と合わせて正確に設置を行います。最大ストローク2100ミリのデッキリフトによるジャッキアップによって撤去される橋梁の指示が短時間で完了しました。ジャッキアップが完了し、ワイヤー層による切断作業が開始されます。切断作業が完了し、両端の第1、
第6ブロックはそれぞれ360トン油圧クレーンによって撤去されます。本線上の4つのブロックはデッキリフトによるジャッキダウン完了後、第2、第5、第4、第3ブロックの順に解体ヤード下まで搬送されます。切断されたそれぞれのブロックをデッキリフトによってジャッキダウンすることで重心を下げ、超重量物の運搬にも安定した走行性能を確保することができます。今回使用されたユニットキャリアは真横、斜めへの移動、その場でのスピンターンなど極めて高い走行性能を持ちます。また水平維持装置により荷台の水平を維持したまま段差を乗り越えることも可能です。このため狭い作業スペースや不陸のある路面など従来の車両では困難とされてきた運搬作業をスムーズに行うことができます。搬送されたそれぞれのブロックを800トン吊りクローラークレーンで解体ヤードへと吊り上げます。各ブロックの重心位置に合わせて事前に吊り具のセッティングがなされていたため、玉掛け作業も短時間で行うことができました。作業時間短縮のため、搬送・荷下ろしの終わったキャリア2セットを上り車線側から先に海老名サービスエリアへ改装します。中央分離帯の復旧工事を早い段階で開始するためです。また中央分離帯部の支柱の撤去作業も同時に行われています。このような小さな効率化の積み重ねが全体としての大幅な作業時間短縮につながるのです。最後のブロックの吊り上げが終わりました。作業もいよいよ大詰めです。しかしまだ工事が終了したわけではありません。バスレーン分離帯や照明灯、保安機器などの復旧、清掃などの作業が続けられています。作業区域一帯を元の状態に戻すこと、これによって初めて工事は完了するのです。午前4時30分、すべての作業が無事に終了しました。雨という悪条件の中、予定時間を1時間30分短縮しての工事完了です。